惚れ薬ですか。こんなものを用意してまで私を口説き落としたかったんですか。別に責めているわけではありません。ただ飲み物に混ぜてごっそりとという姿勢に疑問を覚えているだけです。なぜ正面から好きと言わないのか。薬や道具に頼るのはチャレンジしてからでも遅くなかったのでは。自信がないのも振られるのが怖いのも私の問題ではありません。人を好きになったのであれば自分の気持ちは自分で責任を取ってもらわないと。パートナーになる人間にも失礼だと思いませんか。それともあなたは依存する相手として私を選んだのですか。違いますよね。私が不正に厳しいことを知っているなら、なおさら避けた方がいいと分かっていたはず。それとも、女同士だからと拒否をするとでも思われましたか。私は普段からそんな要件の狭いことを言っていましたか。まあ、ただ、このような物言いや態度が壁になっている可能性もありましたね。個人的には乗り越えてほしい問題ですが、私も譲歩しましょう。あなたにこんな行動を取らせるくらいに追い詰めてしまったのなら、私にも責任はあります。この惚れ薬は半分いただきますね。ただし、あなたも半分飲んでください。それなら、対等な立場で話せるでしょう。どうしました。元から薬を使うつもりだったのでしょう。それともここで拒否して自分の印象を下げたまま放置しますか。私は決断力がある人、リスクを受け入れられる人、責任を取れる人が好きです。自らもそうあるべきだと思っていますし、そのように行動しています。どうせ惚れ薬などサプリメントの一種なんですから。おまじない程度のもので、自分の意志が変わるとは思いません。ただ、あなたがそれにすがりたいのであれば、すがればいいでしょう。誰にだって弱さはありますし、それを打ち消すための準備や、時間が必要な人もいます。私は、あなたの本音を聞けるなら、それに付き合ってもいいかと思っているだけです。それで、どうしますか？条件を述べますか？よろしい。では、目を閉じて。私が、惚れ薬を、飲ませてあげます。はい、飲めましたね。どうしたんですか、その顔は。半分は私が飲むのです。なら、口移しにしてしまっても問題がないでしょう。私はリードされるよりもリードする方が好きなので。お互いが好きだと分かっているなら、これくらいのことは許されると思っています。あなたはどうですか。こんな私を好きだと言えますか。人に何かをしようとするなら、何かされる側になるかもしれないということは理解しておくべきですね。さて、私の気持ちは行動とセットで示しましたが、改めてあなたの気持ちを教えてくれますか。あなたは私のことをどう思っていて、どんなことをしてほしいですか？例えば、付き合うとしたら、どんなカップルになりたいですか？どうしました？媚薬が効くには早すぎますよ。あまり回答が遅いと、
唇で確かめることになりますが、言葉よりも行動の方が好みですか？なら、薬が効く前に私があなたを骨抜きにしてあげます。